三田良太郎さんと、はい、三田祐介さんです。はい、僕、まあ、高校ぐらいに、まあ、お二人が活躍してるのを知っててやべえなと思って、で、なんで俺今ここにいるんだろうって感じです。逆に何で映ってるんだろう。いやいや、やめてください。本当やめてください。この機会はですね、あの、はい、ここで呼気からその人の総力を数値化できる。はい、例えば YOSHIKI さんが今フルマラソンを走ったら、はい、どれぐらいのタイムで走れるか、はいはいはい、その時の心拍数はどれぐらいがちょうどいいかとか、はい、あとはランニングエコノミーといって YOSHIKI、はい、さんが例えば1キロ4分くらいの時に、はい、どれぐらいの、まあ、効率のいいコースで走ってるかっていうのも数値化で大体分かります。全部出る、全部出ます。三田さんでどんぐらいですか今。僕でやっと、まあ、フルーツマックスが70ちょっと、70ちょっと。その数値のなんか基準分かりやすいかというか、例えばトップアスリートだと80代の人が多いですね。まあ、今年中にというか今月中に2時間48分を切らないと髪の毛の色がピンクになってしまうっていうのを動画でちょっと言っちゃってまして、はい、今回例えば70超えるじゃないですか、はい、そしたら結構2時間48分って見えてるってもんなんですか。もう傾向ですけど、はい、ブルーツマックス70以上だったら、はい、2時間48分もかなり現実的に狙えるタイムだと思います。ああ、なるほど。で、測定は全部で2回行います。2回ですか。はい、じゃあ2回きついものしないといけない。いやいや、きついのは1回だけで、1回目がオールアウトといって、はい、全力を出し切って、はい、いただくんですけども、はい、2回目はそんなきつくないです。わかりました。隠しても隠さなくてもどっちでもないし、 YouTube 的には隠した方がちょっとコンプライアンスに引っかかんない。乳首3つあるんちゃいます。ないないですね。ないね。え、これ本当はどこなの。本当はちょっと一緒です。この辺でこんな感じで、なんか恥ずかしいですけど、乳首出た瞬間、乳首ダッシュで行こうぜ。ダンスグイだからね。歩くよりもゆっくりのペースからトレッドミルが動き始めるので、まずは歩きからスタートしてください。はい、その後30秒に1回の間隔でトレッドミルがペースを上げていきます。はい、で、どんどんペースが上がっていって、はい、最終的にはもう全力疾走に近いペースまで上がっていきます。はい、もう当然そこのペースになると呼吸苦しくなるんですけども、はい、もうできる限り粘ってください。はい、限界だっていうポイントが来たら、はい、大きく手を上げて私に教えてください。はい、はい、私はその合図を見て、こちらのボタンを押して測定を終了します。はい、それで1回目の測定は終了です。はい、そこから10分間の休憩を挟んで次に2回目の測定に入ります。はい、ペースは気持ちいいからですね、走るだけなので、はい、そこまでリスクはありません。はい、なので大事なのはもう1回目で全力を出し切ると。はい、それでは測定開始します。はい、トレッドミルを動かします。お願いします。お願いします。さあ、前半をリラックスしてみましょう。はい、お疲れ様です。10分間休憩を挟みます。ダメダメ。マジで言葉が出ない。きつすぎ。ダッシュで行こうぜ。やっぱ後半蛇行してきて、結構マックスなのよ、もう感覚的には。まあ、体力的にもきつかったし、16分までって16分までいけみたいな、はい、のをなんか自分の中でやっぱ決めた時に、まだいけんのかなって思ったけど、もう16分までって決めちゃってたから、
もう本能的に手が上がったみたいな。長距離あるあるね。長距離あるある。自分の中でこう決めちゃうと、そこまで頑張れるけど、その後は難しい。長距離なんてのは多分どこかに余裕がある競技じゃん。結局はオーバーペースで行ってようが、何しようが自分の中でどこかに余裕があるからそのペースで行ける。余裕がなくなった時の我慢に慣れてないから。全然我慢できなかったかもしれない。めちゃめちゃもう一回振ってあるので。もう一回あるのか。それではそれとみを動かします。お願いします。1キロ、4分17秒ペースでいきます。おダッシュで行こうぜ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとマジでドキドキしてます。よしきさんの総力をこれから、はい、丸裸にして数値にしてお伝えしていきます。はい、早速、はい、フィードバックをしていきますね。はい、よしきさんが現状をフルマラソンどれぐらいのタイムで走れるかっていうところが出てきます。はい、多分一番それが気になってると思うんですけども、はい、ここのフルマラソン予測タイムっていうところになりまして、3時間19分20秒ぐらいで走れるだろうという予測タイムになりました。どうですか、自分の今までのこの練習とか、はい、そういうのを含めて今マラソン走ったらどれぐらい走れそうだなとかっていう、今の自分の走力とベストパフォーマンスを発揮して3時間30分切れるかなっていう感覚でいたんで、やっぱりこの数字は妥当なのかなって。でもイメージもちょいいいぐらいですかね。あ、そうですね。でまず、大前提として、はい、マラソンみたいな持久系のスポーツってその人の能力を決める。やっぱり3つの要素が関係してくるんです。はい、で1つ目が心肺能力、はい、でもう1つが、乳酸耐性、最後ランニングフォーム、どれだけ効率のいいフォームで走るというか、はい、でこの3つが関係して、はい、その人のタイムとかっていうのが決まってきます。今日測定では、はい、一応この全部数値で出ております。はい、でまずこの心肺能力から見ていきます、はい、でこれ項目が3つありまして、はい、最大心拍数、はい、VO2 マックス、はい、で最後追い込み能力、はい、この3つがあって、上から説明していくと、はい、最大心拍数はもう名前の通り、はい、今日の測定中に記録した1分間あたりに心臓が収縮した最大値になります。186、でこれは計算式があって、はい、220-年齢がその人の最大心拍数という計算式があるんですけども、はい、多分それに当てはめると大体同じぐらい、10ぐらい低いってことですね。はいはいはい、でこれは何に活用するかというと、はい、トレーニングの時の指標として使います。自分の最大心拍数を知っておくと、はい、トレーニングをするときにその心拍数に対して何割ぐらいの強度でやると、はい、これぐらいの効果があるって分かってるんですよ。うん、なので最大心拍数を知っておくとその後のトレーニングが非常に効率よく行えると。はい、なんかガーミン最近買ったんですよ。出てきますね。で、なんか BPM ってなんだろうなってずっと思ってたんですけど、ガーミンの時計は全部そのゾーン別に色とかで分けてくれるので、はいはい、ガーミンの使い方は後ほど、あ、分かりました。教えます。あ、ありがとうございます。続いてこの VO2 MAX で、これがサブ3をするランナーだと大体60後半から70前半ぐらいまである方が多いですけど、これがさっき言ってた70いくかいかないかの、そうですね、めちゃめちゃ弱いですね。よしきさんは 63.1 ということで、はい、でもこれ全然悪くないです。本当ですか。おそらく現役の頃は余裕で70代あったと思うんですけど、はい、なので僕はまず目指せ70ぐらいを目標にやってみましょう。で VO2 MAX はパフォーマンスとの相関がすごい高いですね。で続いて追い込み能力、はい、ここが、ここ 1.13 って書いてあるんですけども、はい、1.2 を上限、はい、つまり 100% として、はい、どの程度自分を限界まで追い込めたかっていう目安になります。なるほど。なので今回の数値は 1.13 なので、はい、90から 95% ぐらいまで追い込めましたよと。こう追い込んだ、かなり追い込めてます。これ1超えると、はい、このジムではもう9大点、はい、あともともと陸上やってた方は、はい、追い込むことに慣れてるので、ちょっとこうブランクがあっても追い込む能力というのは長けてることが多いです。追い込み上手。追い込み上手ですか。追い込み上手です。続いてフルマラソン指標で一番上に AT 値って書いてあるんですけど、はい、AT 値って聞いたことありますか。オートマティック。そうですね。ちょっと図で説明すると、はい、あーなるほど、すごい、なんか分かった。ここマラソンのスタートで、ここがゴールとします。はいはいはい、有酸素運動から無酸素運動に切り替わる心拍の境目のことを指しています。はい、マラソンだとずっと無酸素運動だと持たないと、はい、
なのでマラソンを走るときはこの AT 値、この心拍の境目を指標にして走ると、はい、力を出しすぎることもなく余らせすぎることもなく走り切れるというふうに。じゃあベストパフォーマンスで自己タイムが狙える、はい、で今回その有酸素運動から無酸素運動に切り替わる心拍の境目が163ぐらいの時にそれが確認できました、はいはい、で心拍数163の時に、はい、走っていただいた1キロあたりのペースが4分43秒、はい、でこのペースでフルマラソンを走ったと換算すると、はいはい、まあ、現状3時間19分ぐらいで走れるだろうという予測タイムになってます。ただこの今日の測定って無風で、はい、まあまあ涼しくて、はい、ドフラットで、そうですよね、でも最高の環境条件なので、はい、必ずしもこのタイムで走れるわけではないんですけど、まあ、これに近いタイムで走れるだろう。そうですね、という感じで、まあ、自分の力も分かるし練習目標も全部分かるって感じなんですね。まあ、この測定の目的は、うん、まず自分の現状を知って、はい、で測定を受ける方って大体目標あるんですけど、はい、その目標までどういった、はい、あのプロセスを踏んで練習していったらいいかっていうのが全部明確になる、はい、2時間48分切りに向けて、はい、ここから厳しいトレーニングをやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、あの新田さんの方からなんとプレゼントのお知らせがあるということで。お、はい、はい、普段 TKD チャンネルを見ている中高生の皆さんにですね、今日 YOSHIKI さんが受けていただいたこの測定を無料で5名まで、プレゼントしたいと思います。ありがとうございます、はい、プレゼント5名はあれです、ね、中学1年生から高校3年生まで、大学生はバイトして来てください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。OK。動画を撮る側として何がいいのか何がこうダメなのかとかこうずっと見てて、あの本当に素晴らしい施設でめちゃくちゃ感動したんですけど、最後シャワー浴びるじゃないですか、はい、浴びる時のシャンプーの、あの押すとこだけめちゃめちゃ硬かったです。